さあ、とりあえず、動画は動画の中に一応送ってみました。でもみんなが害がするほどのものは送ってません。精神的にもその体的にも、はい、配慮しました。一応除霊もしておきました。ただ見える人には見える。カットするからさ、ワンシーンだけどんなシーン送ったのか教えて。これが今でも俺目つぶった瞬間にもう見、多分この我が頃の本田忠勝だと思うんだよこれ。ほうほうほう。本田忠勝やな、多分本田忠勝、分からん。年寄りの時の顔しか俺思い出せんねえわ。うん、多分これ本田忠勝の若い子すげえ先陣食ってもう真っ白ら突き進んどるシーンが流れます。分かんねえな、織田軍なのか徳川軍なのかでまた割れるな。織田軍でもそんなことをやりそうな人は一人はおるんすよ。それってちょっと年いった人、この時代で。本田忠勝がだいたい30か忠勝をそれで若いって言うんだったらどうなんだ。もう一人がもうちょっと年いってんじゃないかな。喧嘩強いけど剣術弱いもん。見えてるんですかって。見えてます。剣術が弱くて、多分この人そうだわ。じゃあ本田忠勝は喧嘩強いけど武器でもう力でもう変な話鉄の棒一本で買っとるようなもんだもん、この時代から。まあそうね。こっからほんで大市さんがちょうどこの位置から見えるんだよな。見えねえ。ちょうどここからその姉川のあの橋のぐらいじゃないかな、うん、このまっすぐ向こうにあるような気がするんだけどな。戦艦見るんだよな、めまいはするんだよな俺今。よくないな、よくないな。